おじいさんが経営しとったの？経営しとった。すごいね。喫茶店も全然よかった。買ってください。それぐらいめちゃくちゃいい。いいの？木下ペンションの札、塗り替えの宿に買えるいい。買えば高いからね。高いですよね、こんな大きいの。名古屋からいなくなっちゃったらごめんな、俺が。ペンション、立っちゃいまーす。はい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 、確かにね、寝てたし元気はたくさんあると。元気だ、4時間だね。電話か寝るかタバコ食うかしかやってなかったな。それがプロの YouTuber だね。テンション、キノピーの木下ペンション、はい、すごいですよ。立っちゃいまーす。おっと、ついに大型買いもちょっと割増で買ってもらおうかいいかもしれない。まあ800ぐらいで、天井800ぐらいで買ってほしい。そうだね、逆から実際に今ちょっとキノピーが、はい、まあ、遺産相続、相続で、おじさんがここのペンション経営をしてて、はい、でまあ実際にこう運営していけないから、まあ、買わないって話をいただいて、はい、まあ、坂本ちゃんと俺で一緒に買おうかなと。まあそれか、まあどっちかが買うか。あー、どっちかがね。坂本ちゃんがもう半分引退して電話だけで仕事できるここにあってもずっとね。いやいや、無理です、無理です。余裕だろ、余裕だろ、仕事中だから。でも会社の保養所に使ってもらえればいい。でもいいよね、うん、でもここら辺パチンコないから坂本さん嫌なんじゃない。逆に俺が買って部屋数むちゃくちゃあるからね。いいじゃないですか。このペンション村みたいになっててペンションだらけだし、グランピング施設あるし、夏はグランピングとか、うん、サイクリング、テニス場とかいろいろあるの、うん、だってみて、夏は夏の遊びがあって、冬は冬の遊びがあるみたいな、ね、すぐそこゴルフ場だし、うん、だからあれじゃないですか、みんなおじさんたちでじゃあどっか遠出しようみたいな。気持ち悪っコテージ行こうみたいな感じでさ、一台でバスとかできてさ、いい、ここで泊まってもバスも止める、ね、そうそうそう、止める、ね、この広敷地はすごい広いから消火栓まである、ね、火事になってもいいし。そうだね、まあ、火事にはあんま並んでほしいけど、これちょっと綺麗にしたら、あの平らにしてオートキャンプができるから。あ、そう、これ全部でしょ。こっち300坪か400坪近く。300坪、すごい。実際行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。中見てみましょう。あれ、タヌキも置いてる。タヌキも置いてる。タヌキもあげる。タヌキもあげる。タヌキもあげる。うわ、虫が。虫があるじゃん。クロモラス、クロモラス。早いよ。早いよ。早いよ。あ、クロモラス。いや、めっちゃついてる。いやだ、虫が。冬ずっと寝かしとったで。あ、そういうことか。いいな。すごいね。シャトルの全量買ってください。本当にさ、あの旅館だね。あの、みよ地元でコテージ行ったってたじゃん、うん、それぐらいめちゃくちゃいい。いいな。施設、なんか。いいね。思ったよりすごくいいね。いいじゃん、いいじゃん。ね。めっちゃいいじゃん。超いい。いいな。めちゃくちゃいいな。うん、まあ、試着が前だったら買っても面白い。近かったらマジであなたに買ってもらってみよう。地元とかで集まりたいもん。そうだよな。うん。カルとか入れたらめちゃくちゃおしゃれだよね。あ、そうだね。今風にするとね。そうだよね。自分の好きな風にできるからね、今。そうそうそう。お酒も置きっぱなしだよ。飲み放題やん。これはもうあれだね。これはおじさんたちが寝とった。ね。本当にそうだよね。あ、そうなんだ。あ、そう。こんなところ好きじゃない。着てないわけじゃないね。うん。電気がね。ここはもう完全裏方さんの、うん、そうですね、厨房ちょっと見たいな。あ、本当に綺麗だわ、厨房が。ガチ料理、料理って感じですか、うん、あ、すごい、ガチの厨房、なんかテレビとかに出てきそうな感じの厨房ですね、うん、冷蔵庫も。これ結構セールスポイントよ、ここ厨房すごいです。冷蔵庫も大きいし、うん、買えば高いからね。高いですよね、こんな大きいのなんて、うん、しかもここからも出せるっていう。5万ぐらいするやつで、ここから料理できたよとか言って出せますからね。そう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 、出せるでね。手洗うとこ2つもありますよ。もっとあると思うよ2つで喜んでるけどえ、すごい、なんかこういうこういう自販機もなんかいいですね、今時にない感じ、ね。いや、マジでね、視聴者の皆さん、これね、マジで本当にさ、これ買わんって言われるのって、まあ視聴者でもいいんで、なんか買ってくれる人いないかなみたいな話から、で YouTube で聞いてみようかって言って、俺もまあマジでちょっと面白かったら買うよ。試写会前は買えんのかよ。いや、本当売れると思うよ。じゃあペンション経営じゃなくて、俺らがこう楽しむだけでも、うん、ね、だからもう共有でもいいよね。例えば200-300万ずつ。ああ、そうそうそう。だってここ騒いでも全然大丈夫そうですね。そう、その仕事をするからね。だからその管理入れるしかないね。年
月だって使ってない時なんで月1回でいいもんね。月1回清掃だね。多分であとは冬場、冬場も来ればいいんだけど、はい、あの雪がすごいの。ああ、そうだね、雪が。そうです、長野なんで。DIY 動画作ってやっても面白い。あ、それだ、面白いかも。おしゃれな家具ね。だからもう、ね、使えるものだけ置いておいて。今だとあの仕様がペンションのままだから、うん、上はもう全部ベッドルームなんだわ。ここ東京からも近いでしょ。うん、東京からの方が近い。逆に近いね。俺らは3、4時間かかるもんね。うん、4時間ぐらいかかるね。俺はリノベしたらいいと思うよ。ね、自分でやりたい。すごい。なんか楽しいですもんね。ちょっと上を見てこいよ。いいよ、いいよ。あ、風呂とかもあるの？トイレとかもあるの？ちゃんとしてるやん。風呂、電気ついてる。え、洗濯機、なんか見たことない洗濯機なんですけど。風呂はちょっと。ちょっとなんか昔。温泉みたいになってたらいいけどな。ね、最高。こっちなんかちょっと違うぞ。おしゃれ。あ、ちっちゃい。でもなんか下に深いですね。うん、深い。ね。ちっちゃいけどね。奥深いわ。海行く？海行く？おお、いいじゃん、いいじゃん、全然綺麗だし、うん、ほとんどまだ使えるぞ。リアドマン、あとリアドマン結構おしゃれですね。うん、ここらおしゃれだよね。おお、お、すごい。あ、すごい、ベッド3つもあるわ。ベッドが多すぎだわ。すごい、何人で来ても OK だよ。おだからさ、本当にいつも集まってるあなたたちのメンバーとかで全員来てもいい感じだよ。そうだな。うん。ゴルフやって。みんなでバスで来て。あ、もっと広い部屋に、ね、合体して作る方がなんかおしゃれな気がするけど。あ、大広間。だからそれはもう。それはもうリノベしてください。するしかないですよね。この上は何があるんですか、階段。一緒。ベッドなんだ。上も。すごい。それ一人。別荘にはちょっとできるな。別荘にはちょっとすごい相当階層いるよね、うん、冬は寒いだろうけど中も部屋だ。あ、でもこれ繋がってるね、こっち側と。すごい、3階もあるんだって。これ見てみて、ちょっと違う、広い部屋ん。あ、こっちもね。だからどっちからも行けるよみたい。でもここなんか扉とかあったら個室にもできるみたいなね。そうか、そうか。でもないからあれなんか鍵かかってるよ、怖くない？いやだ、鍵かかってるよ、怖いよね。本当に虫とか幽霊無理だ。中からかかってる。ねえ、もう気持ち悪くなってきた。中からかかってる。分かったって、分かったって。なんで鍵閉まってるんですか？ただ普通に中間のドアみたいな感じで。あ、そういうこと。1個開いてるけど中から閉めとるよね。違うところから出てきてるって。そうそう、分かったって言ってたんかい。これ鍵ついてるじゃん。階段で掃除するにはちょっと広いな、確かに。お、すごい、掃除機。これ実際に何、あの おじいさんが経営しとったの？経営しとった、去年まで。あ、そうなの。うん、去年ぐらいだろうね。うん、何これ。あ、これ自分で旅行行った切符を取っとんだ。すごい。昔の人、こういうのより狭いわ。優雅なおじさんだ。料金50円だよ。50円だよ、大昔でしょ。何年ね。ミッキーまでレトロだろうな。え、ミッキーもこれ、これが売れるんじゃない？で売れる。これが高く売れましたって言って。はい。ゼニ箱。こういうのが高く出るんじゃん。ああ。ゼニ箱って、ゼニ箱ってそれ北海道の地名だね。まあ、一緒じゃなくてでも買いたいって言ったらオッケーみたいな感じなの？全然オッケー。ああ、なるほどね。いや、買いだて。うん、1階は結構いいよな、広いもんで。うん。友達たちとさ、うん、こんなとこ来てさ、うん、飯自分らで作ってゴルフやって、うん、めちゃめちゃ楽しいだろ、ね。めちゃめちゃ楽しいよ。それかさ、1階とかなんて、うん、風呂がちょっとチャッチンだ。風呂もね、ちょっとでかい風呂とか作ったらつけちゃうとね。なんか露天風呂みたいな。だから俺が、うん、じゃあその分に安く。もう実際でももう売りたいんだ、マジで。売りたい。真剣に。まだ管理できないからな、もう。うん、ちょっと距離ありますからね。距離があるで。まあ、ちょっと名古屋から遠いっちゃったけど、ペンション経営したい人だったらすごいよね。うん、ペンション経営したい人だったらね。だからもう誰か脱サラして、うん、山にこもってもスローライフを送りたい人とかだったら全然いい。まあ、自分でこう、DIY YouTuber はここで住んでいいじゃん。暑い。暑い？なんかちょっと寒いぐらいの気温ですね。でもハエとかのレベルじゃない。贅沢で持つにはデカすぎるしね。うん、これはお客さんを呼ぶレベルだな。名古屋からいなくなっちゃったらごめんな、俺がこれやるためにこっちに来て気づいたらもう長野にいたみたいな。どう、実際去年まで死んでない？まだ死んでないね。そんな全然欲しい人になってほしいね。欲しい人に。
そのちょっと自分の別荘用に持つにはちょっと広いのにちょっと改正じゃなくて、うん、1回全然いいな。ちょっと焚き火ができて、暖炉があって暖炉、うん、いいね。今風にしたらね、うん、自分なりに。で去年とかだったらよかったかね、コロナで家出れないからさ、うん、仕事も在宅だからって言って、そうそうそう、涼しいね今。夏の友達は夏の17日で、はい、パーザブイ。まあでも、700万ぐらいでは外乗るよみたいな感じで、うん、もうそっから棒とかみたいな。する？まあ、買っちゃってください。自分は買っちゃってみんなのために使うお前は使う。いや、結構みんなが使うなら面白いけどね、まあ、もしかして俺が買うっていう確率もあるけど、まあちょっと2、3割くらいかな。ちょっと50-50じゃないな、悩みどころですね、うん、要は価値はあれでしょ、でかすぎるんでしょ。でかすぎる、そうでしょ、うん、仲間内で使いたいもんで、もうちょっと規模がちっちゃかったらっていう。木下ペンションの札、塗り替えの宿に変えていいかな。塗り替えの宿てか、お前、あの夏の間はここにお前こもって DIY 動画をお前ひたすら作る。え、あの、私、図工とか苦手って言ってだって実際にしちゃったけど、車も800万と違うからさ。まあ、違うね。髪がクックもするかもしれない。あ、手に手そうか、どう思うよ。まあ、ちょっと難点は虫ですね、私は。まあ、一見、そうすればこんな、こんな風に当ててこんたりする。そうですね。あれが電気消えっぱなしだから。そうそうそう。で、こういうなんか植物とかも一回入れ替えて、やれば。あと、遠さですね。4時間。往復8時間。まあ、1日だもんね。で、泊まり、泊まり必須だよね。まあ、もう2泊ぐらいするつもりだよね。そういうとこってあるの？まあ、夏はだから、グランピングとか。グランピングとか。冬はスキー場だからね。なんでそういう人たちが来る？そう、次のお客さんがみんな泊まる。ああ、あれちょっと調べて。そう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 。だからスキーブームの頃、30年前だよね。ああ、はいはいはい。はすごかったね。だから俺ちっちゃい頃来た時は、スキーやりに来た時は、もうお客さんいっぱいだったもんね。あ、ほんと？お客さんいっぱいで、あれだから、こっち側を増築したんだから。あ、そういうことね。90年代、80年代のドラマとかでスキーヤーがめちゃくちゃいたから。あれですよ、ごめんなさい。もちろん、もちろんやるよ。そうか。まあでも視聴者の人で集めてもいいんやろ。もしよかったら、ぜひ。そうですね。ちょっと興味ある人、うん、もしよかったら、問い合わせいただければ。インスタに直接 DM 送っていただいて。場所はこれ、長野県。長野県。例えば6部屋、8部屋でもいいけど、まあ、1人1部屋にして、まあ、ここちょっとやるのに、いや結構かかるじゃないですか。もうちょっと下げますよ。ある程度下げるな。下げますよ、全然。まあ、前で相場で言ったら700万ぐらいだけど、まあ、下げても。なんでかって言ってさ、さっきも言ったみたいに、冬場になるとさ、もう来れないからこうやって管理しようと思ってた。うん、そうそうそう。死んだり走るんじゃないの？あれいいんだろう。どうだろう。で、例えばさ、まあ15万で貸しますと。逆に借りたい人もいてきて、じゃあ15万で借りて経営しないんだよ。ああ、そうそう、安全でいいよ、それでも。それでレンタルで1回やってもいい。そうそう、面白そうだね。ペンション経営夢見てる人みたいな感じで。今ネットで物買えるからさ、なんか買いに行ってトラックで運ぶわけじゃないもんね。ちょっと内装維持ではだいぶいいもんね。家賃でいいんじゃない。うん、雰囲気とかはね、最高だよね。ここら辺もちょっと広くしたってね、うん、あのバーベキュー場とかやったらね、外でバーベキューできるようにしたらいいと思う。ね、めちゃくちゃいい。広いからさ、じゃあね、例えば1年後までは、うん、いろいろ準備したいから半年間は家賃ゼロで見てた。そういうのを相談するの、もし経営したい。全然いいよ、全然。半年間住んでくれて。まあ、要相談ってことですね、それはもう。じゃあもう、もちろん年契約になったらもうちょっと安くするとかね。日本皆さんなんかさ、これ YouTube 見てるとね、塗装とかやる日本皆さんなんか、うん、建築会社とかね、これ。で、物はきちっとまだ使えるからさ、ね、あ、ここいらんものは他ってくれていいし、それより木のビーがリースで貸すのが一番いいよ、ね、うん、そうかもね。びっくりしたあれの1時間分でしょ。え、今30、いや30分でなってるよ。何がやばいの。動いてるから大丈夫だよ。やめちゃうもん、ね、カチカチって聞こえるだけだよ。はい、じゃあ今日の動画はまあちょっと見返り登場です。ちょっとあれかなっていうのがちょっとあるんですけども、まあ、みんな興味あるなら、はい、ぜひお願いします。はい、あ、それこそ実習生なんか買っとるところがいいと思うね。こういうところ、あの実習生の今クレー事業もやってて、外国人実習生プラスあの3年5年やった人をまた戻す
っていうこととか、他の会社で使ってた、まあ、ベトナムにおるとび職とかトップの職人でやってた人を一定義務という形で来れるとか、いろんなことを今やってますので、その理事が、はい、勉強会がてらそのセミナーを開いてますので、ぜひ概要欄に貼ってありますので、そちらの方に予約も無料でやってますので、ぜひそちらの方も予約してください、はい、あとは足場して買いたい、はい、うん、ぜひやってますんで、そちらの方もお願いします。お願いします。はい。せーの。また見てね。じゃ今回は買ってください。ご興味がある人はお願いします。お願いします。バイバーイ。ちょうどこれバーってきてさ、いろんなカラーのこういうマットのやつ見て、こうやってやるやつやりたくない。あ、女子と、ね、女子と男子と、ね、女子限定やねんか男子でやったところで興奮しんていただけるやつ、こういうなんか緑のサーンとか、そうそうそう、足とか手をクロスしたやつね、男の子なんか絡まってくるやつでしょ、キュンキュンしたやつね、キュンキュン、もうおじさんだよ考えが Yeah.